2021年3月11日のメッセージ震災から10年福島の今とこれからあの日から10年になります地震津波原発事故は美しく穏やかだった私たちのふるさとを一変させました大切な人との別れや 見えない放射線との戦いがありました避難して仮設校舎に通学した子が成長し成人を迎えています他方でいまだ行方不明のまま心も体もふるさとに帰れない子がいますこうした年月に思いを馳せるとき「もう10年」とも まだ10歳の夏に初めて墓参り思い出を初めて娘に見せる夏私たちは原発事故による地域社会の分断風評被害差別偏見と10年にわたって戦ってきましたそして2021年 世界は目に見えないウイルスによる災いの中にあります。自由やぬくもりを奪われ、不安と息苦しさを感じています。福島だけではなく、世界全体が困難に直面したのです。10年前と同様に、当たり前が当たり前ではなくなり、本当に大事なものは何なのか。 改めてて考えさせられていますあの日私たちは波に飲み込まれていく人々の手をつかみ取って救うことができなかっただから今度は社会から分断されゆく人々の手を握りしめて離さないでみんながもっと自分を他人を愛せる世界を願っています そして私自身がそうでありたい暗闇の中から一歩ずつ復興な読みを進めました原発事故による避難指示区域は5分の1に縮小され道路や鉄道が開通し学校や病院が再開する中で避難していた人たちも徐々に戻ってきました ロボットや再生可能エネルギーの研究拠点ができ、日本酒や果物をはじめとする県産品が高く評価され、誇りを取り戻してきました。一方で、避難者はいまだ3万人を超えており、当時の傷が癒されず苦しむ人がいます。復興が進むにつれ、地域差が生まれ、 さらなる孤独に苛まれている人もいます。時間の経過がもたらす風化や関心の低下があります。そして廃炉に向けた長い道のりは始まったばかりです。10年を経て光と影のコントラストは強まってきたのが現実です。それでも復興の奇跡の中で 強くなれたこと、成長できたこと、結ばれた絆があることも確かです。震災がなければ出会わなかった方々とのご縁と共同がありました。県民の皆さん、福島に心を寄せてくださる皆さんのたゆまぬご尽力、ご支援に心から感謝しています。 震災から10年の今、新型感染症という新たな災厄が私たちの行く手を遮っています。復興を発信する夢の舞台として目標にしていたオリンピックが、甲子園が、合唱コンクールが延期や中止となりました。心が折れそうになっても、 下を向いてばかりはいられない。できることはまだある。今できることを頑張りたいと何度でも立ち上がる若者がいます。地域に新たな仕事やイノベーションを起こそうとする事業者、風評に負けじと知恵を出す生産者、復興を担おうとする移住者など、山積する課題に対して 意欲的にチャレンジを続ける方がたくさんいます私たちはこうした挑戦者たちの誇り高く誠実な姿に希望の光を見出します苦しんでいる全世界の人たちにもこの光を届けたいまだ人が戻らず震災10年は節目にはならないただ ふるさとでお正月を迎えられて感無量第一歩は踏み出せた。また海で遊べたらうちの畑で野菜が取れたらまた家族が一緒に暮らせたらふるさとで友と会えたらなどお年寄りから子どもたちまでそれぞれに多様なる復興の形があります。 互いに支え合い、未来に向けて自ら歩みを進め、喜びや幸せを噛みしめていくことこそ、私たちが目指したい復興です。千年に一度と言われた大震災とあの事故を乗り越えようとしている私たちの心はとても強いはずです。さらに世界には 今でも私たちのことを応援してくれている人たちがいますその人たちに感謝の気持ちを伝えるためにも私たちは自分自身のことを発信していくのです東日本大震災原子力災害伝承館が開館しました震災を知らない新たな世代に災害の事実と 復興のの跡をを伝伝ええてて、いきままししょう。そして過去を伝えるのみではありません。福島の今とこれからを語っていこうではありませんか私たちは未来に向けて次の10年に踏み出しますここに美しいふるさとを取り戻し活力と笑顔あふれる福島を 気づいていくことを改めて誓います。これから生まれくる子どもたちにとっても誇りに思える福島を共に作り上げていきましょう。令和3年3月11日、福島県知事内堀正夫。